神奈川県みんなでビュー TV エンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。さあ今日は平野くんファンの皆さんお待たせいたしました。久々の平野くんです。大変ご無沙汰しております。よろしくお願いします。多分3、4回いや本当に飽きましたね。本当に忘れないでください。よろしくお願いします。お願いします。さあるいるい。はい、るいるいです。よろしくお願いします。さあ梅雨明けとともにですね、いよいよ本格的な夏がやってきますね。はい、そうですね。で今年はですね、特に注意が必要とされているのが熱中症なんですね。まあ、というのも皆さんマスクをねつけるようになりましたよね。そうなんですよね。やっぱりこうちょっと熱もこもりますし、でもしなきゃいけないしで本当悩ましい。本当ですよね。僕も本当に暑くなる時に向けてなんとか涼しいマスクね探そうとしていますけれども、まあ、実際マスクをつけることによって体温や心拍数というのは上がるそうなんですね。さあそこで今週は改めて知っておきたい熱中症対策をお伝えします。はい、そうなんです。まずこちらご覧ください。こちらが過去5年県内で救急搬送された方の数なんですけども、熱中症多いんですよ、やっぱり年々しかもちょっと増えてってる感じがしますけれども、やっぱり今ちょっとコロナ対策もあって、ね、ちょっと気になるところで熱中症、これからの季節そっちも気にしないといけないっていうね。いやそうなんですよ。まあ、ただね予防法を知っていれば防げる病気でございますのでね、この機会にぜひ知っていただきたい。それで熱中症の、注意点を取材してまいりましたのでどうぞご覧ください。新生活の様式になってきてて、その中で熱中症が今心配されてるんですけども、どうしても皆さんこの感染で怖いからって言って、はい、マスクをつけて外に出るっていう形されること多いと思うんですけど、はい、熱がこもってしまうと良くないので、はい、やっぱこう普通でマスクしてなければここでお話しすることによって熱が口から逃げる状況ですよね。はいはい、まあ、それができなくなってるので、はい、こう教えてくれたのは小田原市立病院救命救急センター長の関智子先生です。これそもそも熱中症というのはどういった症状なんですか？この暑くなってきた環境とか、はい、あとはこの運動ですね、マラソンとかしたとか、はいはいはい、そういうふうな状況で、まあ、普通に正常の体が働いてると、はい、人間体温をうまく調節する機構が、はい、働いていて、はい、で例えば汗をかいて、その水分蒸発させることによって熱を逃がしたりできるようになってるんですけど、はいはい、それがうまく働かなくなっちゃってる状態が熱中症。症状としては具体的にどういった、はい、軽い方ですと、はい、まあ、少し立ちくらみがするとか、そういうふうな状況になる方もいますし、まあ、ちょっとうまくですね、その水分が取れてなくて塩分が不足すると、はい、この、熱痙攣だったり、さっき言ったりするんですけど、この手足がですね、このすごく痛くなってこのピクピクしちゃったりとか、そういう状況になる方もいます。それが体温がもううまく調節できなくなって、体温が36度ですね、はい、それが7度80度近くぐらいになってくるとちょっと意識も朦朧としてきちゃう、まあ、そういうふうなのだとちょっと熱中症も重症度が高くなるんですね。でそれがさらにひどくなって、まあ、熱がもう38度とか39度とか超えてくると、その頭の脳っていうのはすごく熱に弱い組織なんです。でそれで意識が悪くなって調節ができなくなっちゃうと、もう本当に体温調節できて40度とか上がってしまって、そういう状況になるともう意識ももう呼びかけても起きないとか、消滅になったりとか、でそういう状況になって体がなってくると、もういろんな肝臓とか、その腎臓とか、血液をこう固める力とかの、そういういろんな体の作用がですね、うまくできなくなっちゃって、体の状態が悪くなって命に関わるってこともある。なるほど。毎年7月から8月が発生のピークになるという熱中症ですが、実はこの時期特に注意が必要なんです。一番ですね、かかりやすい時期っていうか熱中症多いのは、実はその梅雨が、はい、この明け出した頃辺ぐらいとか、その辺が一番湿度も高くて、はい、でようやく皆さんその梅雨時でこう外出できないねって、はいはい、あできるなみたいな感じでバッと出だしたところ辺が、やっぱそういうのに不用心になってるので、そういう意味でこのなりやすいと言われてます。だから結構今からの時期が一番危ないかなって感じですね。はい、そうですね。そして気になるのがマスクが欠かせない新しい生活様式での注意点。私たちはどう対策すればいいのでしょうか。ある
ある程度そのやっぱりこの距離が取れる状況であれば、はい、まあ、外であればね、まあ、例えばお一人とかなんかで歩いていらっしゃる状況であれば、はい、無理にマスクはなさらずに外していただいて、でそれで過ごしていただいて、はい、そういう人が多いところでつけていただくという形でやっていただくとか、うんうん、やっぱりより一層そういう状況にですると脱水とかにもなりやすいので、はい、水分をこまめに。マスクしてると湿度が上がってるから、うん、意外と乾いてないように感じちゃう時も僕もあるんですけど、意外とその喉の渇きっていうのはあまり当てにならないと言われているので、もうどっちかっていうと喉が渇いたから飲むというよりは、はい、もう時間を決めて1時間おきに例えば取っていただくとか、なるほど、そういうふうな感じにしていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。それでももし熱中症になってしまったらどうすればいいのか、厚木市にある県総合防災センター消防学校で教えていただきました。消防学校の救急救命士、伊藤さんと、吉村さんに今日はお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は救急救命士の伊藤さんと吉村さんに具体的な対応策を伝授していただきます。早速なんですが伊藤さん、はい、家族や友達仲間周りの人たちが熱中症かなっていう症状が出てる場合どうしたらいいのか教えていただきたいんですけれども、はい、早速もう吉村さんがもうぐったりしてますけれどもちょっと行ってみましょう、はい、こういった場合まず何から始めればいいですか。高温多湿な環境下で、具合が悪そうな様子だったらまず呼びかけ反応の確認と症状の確認をしましょう。なるほど。どうされましたか。はい、作業をしていたら急に頭が痛くなってフラフラします。それは熱中症の可能性が高いですね。まずは涼しい場所で休憩しましょう。はい、これが今のが症状の確認ってことなんですね。素早く、はい、なるほど。呼びかけて反応があったっていうのも結構一つのポイントになるんですね。そうですね。この時呼びかけに反応しない場合はすぐに119番通報し避難と応急処置をしましょう。これがステップ1。ステップ2は避難と応急処置です、はい、熱中症が疑われる症状が出たらまずはエアコンの効いた部屋や風通しのいい日陰などの涼しい場所へすぐに避難させましょう。それは血流良くするみたいなことなんですかね。そうですね、血流を良くすると同時に、あ、そうか、通気というか、着衣のボタンやファスナーを開け、はい、風通しを良くします。なるほど。そして扇風機やうちわなどを使って仰いで熱をこもらせないことが大事です、はい、うちわとかで涼しい場所で、まあ、こうやって全体的に冷やしてあげるっていうのが効果的ということで、はい、さらに冷えたペットボトルや氷の入った袋で首筋や両脇、太ももなど皮膚直下の血液を冷やすことも非常に有効なんです、うん、これがステップ2。ステップ3は水分補給です。水分補給、はいはい、冷えた水分を持ってきました。これを飲んでください。はい、ありがとうございます。少し起きれますか、はい、水分や塩分を、うん、水分と塩分を同時に補給できる経口補水液や、うん、スポーツドリンクなどが最適です。なるほど。この時点で、はい、自力で水分を飲めない場合は、うん、点滴が必要になるのですぐに病院を受診させましょう。この時自力で飲めない場合は無理して飲ませるのは厳禁、うん、肺に逆流して大変危険です。すぐに病院へ連れて行きましょう。これがステップ3。はい、対処法をレクチャーしていただきましたが再度もう一度ポイントをおさらいしていただけますか。はい、症状が出た場合は速やかに涼しい場所へ移動し体を冷やし水分塩分を補給しましょう。それでも症状が改善しない場合は病院を受診しましょう。先ほどの内容を踏まえた上で基本的なところではありますが十分な睡眠と栄養バランスの良い食事をとるようにして暑さに強い体作りをしていきましょう。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
なるほどね。やっぱりさすがにこう意識がないとか、その水分取れないっていうのは病院に行かないといけない。すぐ救急車を呼んでっていうことなんですけれどもね。うん、それ熱中症、まあ、夏のものって思われがちなんですけど、はい、意外と季節性ではなく、その環境、うん、まあ、湿度だったり熱だったりとか、その場所によって引き起こされるものなんで、それを注意していただきたいなということで、はい、で今回撮影のためにみんなマスクして、はい、やったんですけども、要救護者の方は場合によってはマスクが危険な場合もあるので、場合によっては取り外して処置をするということもあるんですね。なるほど、はい、じゃあこの夏の気温実際にどうなるのか、うん、これ気になりますよね、はい、ということでですね、この方に聞いてみたいと思います。神奈川では、いや神奈川だけじゃないかな、もう誰もが知ってるお天気お兄さん久保天気さんです。どうもこんにちは、ありがとう。いや今や朝全国区でね、いえ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 、ご活躍中ですけど、去年まで TVK のお天気キャスターとしてご活躍中だったんです、はい、平野君初めて。僕ね初めましてなんですよ。生で見るとすごいですね。大きいですか？はい今日のために仕上げてきましたね。なんかもう VR というか、なんかすごい来ますね。一体的にすごく360度、はい、ちなみにこの髪型がですね、うん、入道雲をイメージしてまして、はい、お子さんにも雲のこととか、はい、空のこと興味持ってもらいたいなと思って、はい、この髪型をしてちゃんと意味がね、はい、由来があるんですね。服もね、はい、意味があるんですよね。そうなんです、今日はこのオレンジ色を着てますが、うん、今日これ、はい、今年の夏をイメージして着てきました。うわ、ちょっと聞きたくないの気もするけど、ズバリじゃあ今年の夏はどうなるんでしょうか。はい、今年の夏はズバリ暑い。暑いんだ、はい、今年はですね、平年よりも太平洋高気圧の張り出しが強くて、そして中国のですね、チベット高気圧の張り出しも強くなりそうなんですね。というわけで平年よりも、気象庁が出している3ヶ月予報を見ましても、平年よりも高い高い高い、平均気温高い予想となっているんです。見たくなかった感じしますけど、じゃあやっぱり熱中症の危険もかなりありますよね、はい、そうですね、それ気になりますよね。というわけでちょっと皆さんにこちらをご覧いただきたいと思うんですが、はいはい、これはですね、環境省が発表している7月の暑さ指数のデータなんですね、うん、はい、ちなみに久保天気さん、この暑さ指数とは一体何でしょうか。はい、暑さ指数、熱中症指数とも言われたりするんですけども、はい、これはですね、気温にあと湿度と日射輻射熱の要素を足して指数で表しています、うん、はい、実は気温が高い日よりも湿度が高い日の方が熱中症になりやすくて、気温が1に対して湿度が7、そして日射輻射熱が2の割合でこの指数を、はい、決めてるんですね。でちなみにこれ一番上のところ 24.8 度、11時現在の暑さ指数とあるんですけども、これは注意レベルになります。そして今日の予測のところで真ん中のところで12時15時18時と26度25度と黄色の表示になってますが、こうなってくると警戒だよというのになります。そしてその下3日間の予測になるんですけども、これを見ると今日よりも明日の方が熱中症指数が高い、そして明後日になると少し収まってくるのかなというのが分かるんですね。なるほどね、色で分かるとね、分かりやすいですよね、対策も立てやすいかなと思いますけれども、さらにこちらなんですが、これは過去5年の最高値を示した表なんですよね、うん、はい、あ、こちら熱中症リスクカレンダーというんですけども、はい、これ横浜がですね、左から 1,2,3,4 番目にありまして、はいはい、5月1日から表しています、うんうん、これ過去5年間における昼間の最高の暑さ指数になります。これを見ていきますと、はい、初めは水色が多いんですけども、うんうん、だんだん5月の中頃から黄色が増えてきて、オレンジが増えてきて、7月の半ばからは31度を超えて、こう赤色がずっと続くんですね。これは9月の中頃ぐらいまで続くというのがこれで分かるんですね。こういうのがですね、環境省のホームページにありますので、ぜひ見ていただいて活用していただければと思います。ね、これ携帯でもね、これ携帯でも見れるんですね、同じ画面が今見れてますけど、はい、たまにこうチェックした方がいいですね。そうですね、色だから分かりやすいですね。さあすごく暑くなるということなんですけど、久保天気さん、防災士の資格も持ってらっしゃる、はい、熱中症対策ってどういうことをしたらいいと思います？はい、こまめに水分補給、塩分補給ってよく言うと思うんですけども、うん、まあ、時間を決めて飲むのがいいんですけど、はい、やはりこう飲んでくると飽きたりとか忘れたり しがちですので、うん、実はお味噌汁が塩分と水分を上手に取れるんじゃないかなと思います。ですので、まあ1日1食2食ぐらいはお味噌汁をつけていただいたりするのがいいのかなと思います。あとはですね、僕も去年からやり始めてるんですけど、
あの日傘男子って言葉聞いたことあります？日傘男子、はい、いや聞くけどなんかまだそこまではね、はい、あの女性の方はね日傘特によく持つと思うんですけども、はい、僕もあの妻に騙されたと思って使ってみなさいと言われて使ったんですけど、はい、これ効果的なんですよね。全然違いますか？はい、自分でこう日陰を作ることができるので暑さの感じ方が全然違います、ね、そうか久保さんね結構こう 熱が入ってきそうですもんね。そうです、違うでしょうね。日を守らんとダメですね、はい、やっぱ男性もね、はい、いいですね。エアコンも使われると思うんですけども、うん、エアコンにプラスで扇風機、うん、これ併用することによって風の流れを作って、うん、快適に過ごすことができるんですね、うん、ただ今年はちょっとコロナの影響とかもありますのでたまにこう換気をしていただくのがいいかなと思います、はい、僕ねあの自粛期間中にね本当お味噌汁よく作るようになりましたんで、毎日飲みたいと思います。あのちなみにあの気象庁や環境省による熱中症情報も発表されているんですよね。はい、あの今年の夏からですね熱中症警戒アラートというのが始まりまして、今までは気象庁が出す予想最高気温が県内で35度を超えるとあの高温注意情報というのが出てたんですけども、これに先ほどの湿度をプラスした暑さ指数をもとにして33度、暑さ指数の33を超えるとですね熱中症警戒アラートというのが発表されます。今年の夏の天気予報細かく出てくると思いますので、ぜひ注目していただければと思います。さすが、まず、まるで気象予報士みたいな。まさに、はい、まさにですよ。まあ、まだまだねお話伺いたいんですけれども、じゃあ最後にですね、ズバリみんな気になってます。梅雨明けはいつでしょうか。梅雨明けですね。7月の23、いや22。聞きましたか、はい、22だそうです、はい、もうねみんな心待ちにしてると思うので、はい、もし違ってたらまた来てください。お待ちしてます。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。さて熱中症の話題はまだまだ続きます、続いてはこんな話題でございます。さてこれからの季節注意しなければいけない熱中症なんですけれども、注意するのは人間だけではございません。実はペットも熱中症にかかりやすいんです。そうペット保険の業界大手アニコム損保に請求されただけでも年間900件ほどの事例が報告されているそうです。そこでペットの熱中症について平塚市にある神奈川県動物愛護センターにお聞きしました。ちなみにこちら神奈川県の犬猫殺処分ゼロ継続に向け日々奮闘しているカナフルではおなじみの施設ですよ。ここにねこの愛護センターで保護してるワンちゃんいますけど、そのじゃあ犬や猫ってなぜ熱中症になりやすいんですか？はい、いろんな要素があると思うんですが、うん、一つにまあ全身を毛で覆われていること、うんうんうん、であとは人と違ってですね、全身で汗をかかないこと、うん、確かに。あと体高が低いので、はい、どうしてもあの地面からの、輻射熱とかそういったものの影響が受けやすい。そうなんだ。これ熱中症にその動物がなっちゃった時ってどういう症状なんですか？はい、症状も様々ですが、まあ、ワンちゃん特有の、パンティングという、舌を出してハッ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 という呼吸があるんですけれども、はいはいはい、まあ、それが、落ち着いている時でもずっと止まらないであるとか、あとよだれをダラダラ流す、あと下痢したり吐いたりぐったりしちゃう。そうですね。で重症になってくると、呼びかけにも応じないような意識障害であったり、ぐったりしてしまう虚脱だったりも、あります。そうなんですよ。ワンちゃんなっちゃうみたいですね、まあ、言われてみれば確かにね、うん、低いところにいるし毛にも覆われてるし、うん、でも室内の時ってどうなんだろうか、うん、注意しなきゃなのかな。実は毛で覆われた動物たちは人間よりも低い温度で熱中症になるケースも。人間とペットの体感温度は異なるのでエアコンの使用など万全のケアをしてあげたいですね。はい、さてここからはその熱中症対策のグッズがあるということでいろいろご紹介していただきたいと思うんですけれども、はい、まずこれですね、着てますね、このお洋服、はい、
これはあれですか、普通のお洋服とは違うんですか。はい、ちょっと違ってまして、はい、メッシュ素材になっています。はい、そうですね。はい、であとこれは濡らすことができるので、濡らしてから着せると、涼しくなる。なるほど。あとこれ首に巻いてるのは、はい、こちらは、まあ、通常、はいはい、ケーキ屋さんとかでもらう保冷剤なんかを、巻いてあげると涼しくなる。なるほど、今ちょっと取れちゃったけど、これをね、はい、入れて巻いてあげると首元涼しいということで、はい、なるほど。あとこれかわいいですね、靴。はい、これあれですか、散歩するときに。そうですね、はい、まあ、基本的には暑い時期に散歩させないことが一番ですけれども、まあ、どうしても出なきゃいけない時とかは、はい、靴を履かせてあげるのも方法です。他にも冷却マットやこちら、うん、これ僕よく飲みますみたいなやつですけれど、これ水分補給のためのこれドリンクなんですよ。さらにゼリーまで。いやー、ワンちゃんの暑さ対策グッズ恐れ入ります。うん、全くグッズがあるんですけど、それ以外にもなんか熱中症にならないために気をつけることっていうのは。はい、普段気をつけるのはやはりエアコンをつけてもらうことですね。はい、設定温度としては、はい、犬が快適に暮らせる温度として、まあ、大体25、6度で、湿度が 50% から 60% ぐらいがいいと言われてます。もしなっちゃった時の対処法っていうのは。はい、飼い主様でできるところっていうと、うん、一つが体表冷却法というものがありまして、はい、これ気化熱を利用して、はい、熱を取っていく方法なんですが、うんうん、まあ、具体的に申し上げます と、はい、ワンちゃんの体を常温の水道水で濡らしてあげます、はいはい、もしくは、タオルとか濡れたタオルで、はいはいはい、包んであげます、うん、でその後に扇風機等で、風を送ってあげると体が冷えるということですね。はいはいはい、あとはかかりつけの病院さんに早めに受診してもらうというところになります。だちょっとぐったりしてるなとか様子おかしいなと思ったらもう病院にっていうことですね。はい、さらに少しでも夏を涼しく過ごしてほしいと夏におすすめのトリミングを教えてもらいましたよ。これサマーカットをするメリットは何なんでしょうか。はい、暑い夏場をワンちゃんに涼しく快適に過ごしてもらうことと、あと飼い主さんのお手入れがしやすくしていただくこと。なるほど。ボランティアでいらっしゃってるんですよね。はい、自分のお店もありつつ、はい、ボランティアでこちらに来てるということで、はい、そのボランティアを始めるきっかけっていうのは何だったんですか。はい、やはり収容される時にワンちゃんたちひどい状態なんですね、うん、毛玉やらなんやで、そうしますと保護団体の方の引き出しがなかなかうまくいかないんです。なるほど。きれいにすることによって皆さんを引き出してくれる。確かにその、ね、はい、その譲渡する際に、はい、やっぱりきれいな状態の方が、うん、皆さんね、その引き取りやすいとか、そういうこともあるんですね。それではカット開始。今回のカットモデルはチワワの司くんです。なんかここは重点的にちょっと切ってあげようみたいな。 あります。首周りとやはり暑いので、はい、このお尻のこのあたり、はいはいはい、が熱こもりやすいんですかね。やはりワンちゃん寝てる時の体勢を、うん、その子によって右向きで寝るとか左向きで寝るとか違うんですけれども、はいはいはい、やはりずっと下になってる部分をちょっと重点的にちょっとカットしていくんですね。はい、およそ30分、司くんのサマーカットが完了。果たしてどうなったのか。さて、司くんのサマーカットが終了したんですが、その姿がこちらです。じゃーん、うわ、さっぱりしましたね。でもあれですね、僕のイメージだと、はい、そのもう全部買っちゃうくらいの、はい、イメージだったんですよ。中の毛をアンダーコートをすいて、はいはいはい、あと首周りとかお腹の下をさっぱりしてますね。これあれなんですか、あんまり切りすぎるというかもう良くないんですね。はい、切りすぎるとかえってワンちゃんの皮膚薄いですから、直射日光が当たってかえって熱中症になります。なるほど。だ、切りすぎず中の毛をすいてあげると吸いてあげるのが涼しいです。でさっきも お伺いしたけど、首周りとか、はい、その脇とか熱が溜まりやすいところは、はい、ね、結構短めにするっていうことで、はいはい、プルプルしてますけど、あれですか、はい、この
ご自宅でできるようなこともあるんですか。はい、ございます。あのこのような金串で、あのこのようにそうですね、はい、結構 それでその抜けてる毛がこれがあの、はい、アンダーコートといって、これがいっぱいあると蒸れてしまって皮膚病になったり暑かったりします。はい、だからご自宅でも、はい、まあ、これで定期的にこれちゃんとすいてあげる、はいはい、すいてあげるとだいぶ取れるので。僕もちょっとね、あのサロンも行けてないんで、もうついでにここでサマーカットしてもらいたいくらいですね。サマーカットしてもらったのかなみたいな恥ずかしいコメントで終わりましたね。ただこのワンちゃんのサマーカットっていうのはもうやるやらないはもう飼い主様のご判断でお願いしますということと、やっぱりその日中、夏は特になんですけど、なるべくその日中の散歩はやっぱり控えていただきたいということを言っていて、まあただね、あの行かざるを得ない、日が昇ってるうちに行かざるを得ないと時はまあ日陰とかをなるべく選んでお散歩をさせてあげてくださいとのことでした。はい、なんかね、あのちょっと前まではこう靴履かせるとか、そういうのってこう過保護な感じに言われてたけど、はい、やっぱりちっちゃいだけにね、気をつけてあげないといけないですよね。そうですよね。まあ、そしてあの僕たちも 人間もペットもね、やっぱりしっかりと知識を持って対策立てること大事だと思います。はい、さあそこでですね、新型コロナ対策のための新しい生活様式の下で熱中症を予防するポイントをまとめました。はい、まずはマスクについてです。はい、真夏のマスク着用は熱中症のリスクが高くなりますので、人と十分な距離が取れる場合にはマスクを外したり、人がいない場所でマスクを外して休憩を取るなど工夫をしてください。次にですね、家庭用のエアコンなんですが、空気を循環させるだけですので、新型コロナ対策のためには窓を開けたり換気扇を回すなどの換気が必要になります。その場合、室内温度が高くなりがちですので、エアコンの設定温度にも注意してください。3つ目は、少しでも体調に異変を感じたら屋内の店舗や屋外なら日陰や風通しの良い場所など涼しい場所に移動しましょう。最後に、新しい生活様式では毎朝の体温測定などの健康チェックを推奨していますが、熱中症予防のためにも平熱を知っておくことは有効です。日頃から自分の体を知り、健康管理を充実させてくださいね。はい、まあ、ちなみに平野くんは健康管理のために何かやってますか。僕はもう、まあ、検温を朝起きたらするっていうのはもちろんのこと、うん、結構食とかもその乳酸製品取ったりとか、あと水分はもういつも持ち歩くようにしてて、もうこの取材行ってから特になんですけど、もう15分に1回くらいはちょっと口に含むようにしてます ね、はい、大事ですよね。とにかく体力を落とさないことも大事ですし、はい、あと熱中症の症状ってどうしてもあのコロナと似たところがあって、医療機関ですとかあの救急救命士の方とか対応非常に大変と聞きますので、はい、ぜひあの熱中症は防げるものですから、きちんと、知識を持って防ぐようにしましょう。この夏頑張って乗り切っていきましょう。はい。